はい、カボス TV ゆうじです。今日もクヌギ山へやってまいりました。ちょっと噛んだな。はい、クヌギ山はもう終わったんですけど、一番下にね、地域の水道施設があって、ここ私水道組合長なので、今日はここの整備していこうと思います。ここだけ一段低いんですけど、その向こうはここの県道沿いになるんですけど、ガクッと落ちてて、そこに笹が結構立ってて、で笹が全部県道沿いにこう倒れ込んでるっていうところもあって、こう非常に刈りにくくて、もうずっと誰も刈らなくて、なんかボーボーになってるんですよね。今日はここをねちょっと整備していこうと思います。はい、まあどんな状況かまず見てから、ちょっと説明しづらいっていうか、じゃあ今日も安全作業頑張っていきましょう。はい、ここから水道の施設なんですけど、ここはあのナイロンコードでいけると思います。でね、どうなってるかっていうと、ちょっと外側を見た方がいいんです。まあこんな感じになるんですけど、笹がねバーってこう剣道沿いに出てきてるんですよね。でこれ獣害防止のフェンスがあります。フェンスがあるのでなかなか枯れないんですよね。私もちょっと何度かチャレンジしたんだけど、その後手つかずになってるっていう感じですね。じゃあこのフェンスの裏側行ってみましょう。はい、ケースですね。ちょっと一段上がりました。でここだけが一段下がってきて、でここは先日整備したところですよね。綺麗になったところです。ここです。ここがフェンスの内側になるんですよね。ちょっとフェンスがあって、こんな感じでずっと向こうまで、ここ奥まで先日整備したところですね。これがすごいな。どうするかいな。やっていきましょう。ではやっていきましょう。まずはここの施設内はナイロンコードでやっていこうと思います。じゃあ今日も一日安全作業で頑張っていきましょう。
施設内は綺麗になりました。はい、綺麗になりました。綺麗になったな。このちょっと雪がね、まああの枯れるまで辛抱中感じなんですけど、まあ、綺麗になりました。でずっとここですね。どうしようかな。この下から一回行ってみようかな。上からじゃなくて、ちょっと下降りていきましょう。はい、下から行きましょうかね。一回ナイロンコードでとりあえずチャレンジ してみましょう。はい、水道施設の一段下から一回行ってみましょう。多分まあナイロンコードで無理なんですけど、行けるところまで行って、まあ、草とか粉砕しようと思います。ダメならまた考えましょう。はい、ちょっとこれはつるがあるんでナイロンコードはちょっときついな。いけないことはなさそうやけどな。じゃこれあの先日使ったゼノアのバリカン、剪定、高枝剪定のバリカンのやつでやってみましょうか。ゼノアの高枝剪定のアタッチメント、これ持ってきました。じゃあこれでやってみましょう。ちょっと重たくてきついけど、どうやろうな。チップ層で買ってから行った方がいいのかな。まあちょっともうちょっとこれでやってみましょう。ちょっといまいちやな。アタッチメントが重たいわ。重たい。ちょっと草刈りには無関かもわからんね。草刈りのアタッチメントじゃないんやけど、これちゃんとやっぱ正規の使い方をしないかんな。ちょっとチップ層をしましょう。チップ層に交換してきました。ブルーシャークです。じゃあこれでやっていきましょう。
今ね、そこの支柱にガーン当てて新品のチップスをかけました。あー3つ、いやーなんかネットのとこ難しいよね。これでナイロンコードでいってみましょうか。もう今日はなんかいろいろやってみよう。とりあえずね、今3分の1ぐらいちょっと試しでやってます。これでやってみましょう。またナイロンコード持ってきました。トルネード M2 です。これでやってみましょう。なんかもういろいろ試してみよう。3分の1ぐらいいきました。チップソーで買った後にナイロンコードで仕上げると結構いけますね。まあそういう段取りでいきましょうかね。もうちょっといきましょうかね。あと半分ぐらいまでいきましょう。はい、ではまたチップソーでいきましょう。電柱ぐらいまでいきましょう。はい、ずっと奥まで借りました。じゃあナイロンコードに交換してずっと仕上げていきましょう。
った終わった、もう綺麗終わった、めっちゃ綺麗終わったよ。試行錯誤しましたけど、まあ、チップソーで買って、でナイロンコードトルネードでやったら綺麗になりました。でちょっと見てみましょう。はい、超綺麗になりました。全部いけんかなと思ったけど、全部向こうまで行きましたね。これで内側はちょうど超綺麗になったんで、あと外側ですね。で水道の施設も超綺麗になりました。さっぱりした。はい、この内側をやりました。次回はですね、この県道沿いの外側、県道の道ボボ出てるんで、これを綺麗にしましょう。いやでもちょっと気になってたところが解決できてよかったです。はい、超綺麗になりました。ここはね、あの隣のおばちゃんも気になってたみたいで、あの県道沿いにこの自分とこの土地からこう笹とかつるとか草がこう県道に出てるんで、あそこ切らないかんけどみたいな感じでちょっと気にされてたんで、内側をねまず綺麗にしたんで、あと外側はもうそんなにはないと思います。あの外側はね、前ちょこちょこは切ってたんですけど、中がジャングルだったんでなかなか刈りきれなかったっていうのがあるんで、今回中側を先にやったんでよかったです。はい、次回はですね、この外側の県道沿いをやっていこうと思います。はい、今日はクヌギ林の一番下にある水道施設、あとフェンス沿いの草刈りをしました。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。